はい、松吉誠ですスプリットハンドショットドリル、えー、このドリルはフェースローテーションがなかなかできない方におすすめなドリルですやり方は手の持ち方が反対になります右手がグリップエンド側左手がクラブヘッド側ですねこのように持ちますこれで振っていただきますやっていただくと分かりますが 簡単にフェースがこう返ります、えー、どの程度右手と左手を離すのかと言いますと、えー、左手と右手の間隔を開ければ開けるほどフェースが返りやすくなります縮めれば縮めるほどフェースの返りが抑えられますまずはかなり開けてみて振ってみてくださいじゃあちょっと振ってみます フェースのローテーションが返ってきたら、徐々に徐々に間隔を狭めていきます。狭めていただいて、振ってできたなと思ったら、通常のグリップで練習してみてください。フェースの返し方がわかると思います。ぜひ試してください。